クラビウス・グリケリウスは西ローマ帝国の皇帝。初代西ローマ皇帝とされるホノリウスから数えて11人目の皇帝である。最後の政治に意欲的な西ローマ皇帝であると評される皇帝であったが、その即位はブルグント族の支持を得てしたものであった。オリブリオスミカドの下で皇帝大本営の商工団長官を務め、同帝没後、ブルグント族に衰退されて、 皇帝を称した。在位中、彼は、蛮族の帝国領への侵略を防いだり、外交によって、東豪都族と平和な関係性を築いたりと功績を残した。しかし、後に、東ローマの支持を得た彼の政敵のユリウス・ネポスによって追放され、ラルマティアの都市サロナの死教に助任し、クケセウス・は神へ奉仕する身となって、生涯を終えた。英語圏では、 英語読みでグリセリウスと称される。また、グリケリウスとも称されている。また、彼の本名は、フラウィウス・グリケリウス・アウグストゥスであるとされているが、フラウィウスとは、コンスタンティノス一世の士族名である。フラウィウスは偉大なコンスタンティノス一世とその祖先を、想起させる、士族名であるため、以降の一連の皇帝たちもこの姓を名乗ったが、グリケリウスもこれに習ったのである。なお、 フラヴィウスの種族名は帝国の貴族層、古代初期及び中世初期にはローマに帰化したゲルマン人や蛮族の代表へも広がり、例えばカール大帝もフラヴィウスの種族名が授与されている。クリセケリウスについて語る情報源は非常に断片化されており貧弱であるため現在でも不明瞭な点も多い。420年頃、クリケリウスは 西ローマ帝国支配下のダルマジアで生まれた。出生日は不詳である。クリケリウスは西ローマ皇帝オリブリオスの治世中に皇帝大本営の商工団長官となった。472年に東ローマ帝国皇帝レオ一世と軍事長官のリキメルによってオリブリオスは西ローマ皇帝に不本意ながらも据えられ、リキメルが皇帝。 アンテミウスを殺害したことによって、彼への反対者のない状況、中定位についた。しかし、彼の知性は、短く、472年に放御した。オリブリオスは、ウアレンティニアヌス3世の王女、プラキディアと結婚したため、テオドシウス朝最後の皇帝とみなされている。その後、西ローマ帝国における、自身のあっけなく自身のレオ一世は、 西ローマの定位にふさわしい候補者をすぐに見つけることができなかった。この事実は、レオ一世には西ローマ帝国でのつながりが貧弱であった、示している。そのため、その後は西ローマ皇帝が並立する事態に陥る。473年、西方帝国の定位が空位状態となって無法な蛮族の長領に任されていたとき、 当時無名の軍人であったグリケリウスは、ブルグンと族のグンドバとの尽力で、西ローマ皇帝の位に即位した。グンドバドの手によって死位が授けられたという。当時の西ローマ帝国は、蛮族の欲しいままにする侵略にあれ、さらには、宮廷の乱れから、ローマ皇帝の権威は失墜、反逆行為が当たり前となり、西ローマ皇帝への忠誠心はほとんどなくなってしまっていたため、 自身を支えていたのは、やはりブルグント族のみであった。ブルグント族の実力によるものの、結果的には定位についたにもかかわらず、東ローマ帝国のレオ一世からは、彼がグンドバドの操り人形に過ぎないとして、承認を得ることができずに終わった。クリケリウスと対立していたレオ一世は、親族の人間を共同皇帝に指名したかったのである。即位の日にちについては、 ファスティ・ビンドボ・ネンセスは5日だったと述べているが、パスチャレ・カンパナムは3日だったと主張している。その一方で、東ローマ帝国のレオ一世の宮廷では、コンスタンティノポリスの宮廷が認める新しい、西ローマ皇帝の選出が真剣に討議されていた。皇妃、ウェリナは、自己の家系の勢力を増大させることに熱心で、彼女の命の一人を、総督、ユリウス・ネポスと結婚させており、 このネポスは彼の叔父マルケリヌスの後を継いで、ダルマチアの主権を握る貴族となっていた。レオ一世は自身の親類で扱いやすいネポスに目をつけ、彼を西ローマ皇帝に即位するように説得し、その結果、ダルマチアの方がよほど堅固な土地であるにもかかわらず474年6月頃に、コンスタンティノポリスの宮廷の庇護のもと、西ローマ皇帝となった。その後、 レオ一世は西ローマ帝国に侵攻するために艦隊で彼を送った。攻撃を知ったグリケニウスはおそらく侵略者に抵抗する意志を持ってラベンナからローマに到達するために離れて移動した。それにもかかわらず彼の被護者たるグンドバドはイタリア半島を去った。当時アルプス山脈の向こうのブルグン島王国では戦後の死によって多い継承争いが勃発しており、 グンドバドはその争いに参加せねばならなかったのである。その結果、彼の勢力基盤は失われることとなった。ブルグント族は戦闘を拒否して撤退したため、グリケリウスはブルグントの支援なしで降伏する以外に選択肢はなかった。その後、ユリウス・ネポスが474年6月にオスティアに上陸した後、グリケリウスは交戦せずに降伏し、6月24日に ラベンナで退院した。彼はすぐにサロナの主教として指定された。東ローマ帝国の歴史家マルコスによると、グリセリウスはイタリアからダルマチアへの亡命を余儀なくされた後、480年にネポスの暗殺を組織する上で何らかの役割を果たしたとしているが、暗殺の歴史的記録は不明瞭である。一方、グリケリウスを失脚させたネポスは、 自身が義白フレオ一世への共同皇帝であると宣言し、ローマ皇帝フラウィウス、ユリウス・ネポスとして即位し、統治した。ユリウス・ネポスはクリケリウスとは異なり、周辺の勢力から広く支持を集めた。例えば、ソワソン管区の王、シアグリウスは、ユリウス・ネポスを正当なる西三角として認知し、475年の反乱による、 ダルマチアへの亡命後も彼は一貫してネポスを支持する立場を変えなかった。一方で彼は東方に後ろ盾を持つ皇帝であり、元老院からは支持が薄かった。クリケリウスは蛮族出身の将軍オドアケルに自身の定位を復活させた場合、ユリウスネポスによって拒否された愛国者の称号の授与を約束していた可能性がある。480年。 サロナの聖職者として死去した。治世中の功績には皇帝がキリスト教を深く信仰し、立法を通してキリスト教に多大なる権限を与え、教会はより多くの義務を負うようになったことや、蛮族を味方につけていたグリケリウスは、蛮族による帝国の侵略の脅威からの脱却にもわずかながら成功するなどしたことである。例えば外交によって、 東豪都族と平和な関係性を築いたりと功績を残した。その他、軍事的にも蛮族へ行動を起こし、それなりの結果を残したようである。クリケリウスの知性が短いため、政治手腕としての結論を出すのは非常に難しい。しかし、彼が最後の政治に意欲的な西ローマ皇帝であったことは、その立法上の功績及び国境キリスト教の 保護政策により明白である。グリケリウスは主にイタリア北部の実を支配したと考えられており、彼の知性から見つかったコインは一枚を除いてすべてラベンナまたはミラノで発見されたものである。ありがとうございます。